皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。t o サン t v t o s a でございます、えー。本日の三峡ダム、参ります。よろしくお願いいたします。えー、本日なんですけれども、午前中早い時間にーピークアウトをいたしました、えー。現在の水位なんですけれども、167.55、167.55メートルでございます。でえー、入りなんですが、えー、午前中のお1回、更新頻度の高い方で午前中の1回のみ。 で、更新頻度の低い方で一回確認ができておりまして、途中ちょっと確認できない時間帯がありましたが、えー、両方ともの数字が一致しておりますので、これを取りたいと思います。えー、今の流入量4万2千リューベイ。万二千リューでございます。で、でなんですけれども、こちらは相変わらず、う高い放水量を続いております。4万7千七百リュー万7千七百リューベイでございます。えー、本日ですね、 えー、最大ピークが朝の9時でございます。えー、こちらの時の水位が167.65。167.65。まだ10センチしか、えー、現在では下がってない状況だということでございます。でこれは、えー、三峡ダムの建設史上最高水位ということですね。えー、ただですね、す、え、べ、ー、て最高値が出ました、えー。流入量もそうですし、えー、放水量もそうですね、えー。流入量が7万5千円。 えー、放水量が4万9200だったかなぐらいだったと思いますすべ、えー、て、えー、最高値でオペレーションしたということでございます本当に長江水利委員会の皆様に本当にお疲れ様と思います、えー、ただまだ水害はですね、えー、続いております、えー、ちょっとですね少し古いんですけれども20日の重慶の写真があります、えー、それがこちらでございます もう完全に重慶市ですね。これ、重慶市なので、街の中心部がもう、水に浸ったという状況です。で、さすがに今、同じような状況ではないと思うんですけれども、おえー、現在からまた明日にかけてですね、重慶雨が降りますので、えー、ちょっとですね、一般の住民の皆様、滞在者の皆様はあの、気をつけて過ごしていただきたいなというふうに思います。 えー、先ほど申し上げました天気なんですけれども、お明日二23日のお朝8時から24時間の降水量が、えー、こちらでございます、えー。ちょっと変わりましたね、やっぱり、えー、中国全域としては雨は、降水量は収まってるんですけれども、長江流域には降って、しかも四川盆地に降るというようなあ降水量の予報になっております。 そして、その次の日ですね、24日の朝8時から夜8時までの24時間がこちらになります。はい、降水量は落ち着くんですけれども、依然、なぜか長江流域だけですね、降水量がわずかながらでも確認できるという状況になっております。で今のところ、その次の日になりますとかなり天気は落ち着きます。ただコメントでもですね、これが落ち着いた後、また あの前線が来て、雨が来る見込みですよというようなコメントもありましたので、ちょっとですね、そこはまだまだ見ていかなければなというふうに思っております。はい、くしくもですね、私がいろいろとちょっと諸事情がありまして、YouTube を始めることになって、三峡ダムも偶然取り上げて、ですねえちょうどその年が三峡ダム市に残るような、ものすごい年になりました。 で、えー、新しく、あのーまあえー、見てくれている視聴者様もたくさんいらっしゃいますので、ざ、えっ、ー、とですね、ざっと基礎的なことをおさらいさせていただきたいなと思います。えー、まずですね、えー、今、永、え、遠、ー、さんとか朝日さん朝日系ですねのところでも、危険水域だ、警戒水域だっていうですね大手さんが煽るような言葉を使っております。 えー、三峡ダムにおきまして、警戒水域とか、えー、ましては危険水域なんていうところは設定は設けられておりません、でえー、言われるのが145メーター、145メーターのー高さっていうのを、ですねそういう呼び方を大手マスコミさんしてますけれども、あれはですね正確には洪水域制限水位と言います。 えー、洪水規制限区域なので、洪水期、雨期に,ために備えるために、一旦、えー、それを受け止めるためにそこまで下げますよという,う水位が145メーターということでございますね。はい。で、えー、このダムの設計上の一番高い水位というのは175メーター。それが設計最高水位と申します。えー、今回、その設計最高水位までですね、えー、7メーター半というところまで来ました。えー、もう一発、 雨が続いたらもう、あの、どうなってたかわからないという状況で、えー、ございました。はい。えー、それですね、えー、三峡ダムの最大放水量、最大放水能力ですね、は、11万6千リュベと言われております。いくつかの報告書に目を通しました。で、12万という記載と、11万6千という記載と、あとで,ですね、11万2千もあったと思います。 えー、ただ、多いのは11万6000で、それがちゃんと設計図に沿った報告書であったので、えー、当チャンネルでは11万6000、リュウベイという数字をお伝えしております。はい。 えー、でですね、昨今のニュースで分かったことが、放水門の数が設計図とかに出てないんですね。放水する、まあ、洪水ばきですね。洪水ばきの数が出ていなくて、いくつくらいあるのかなーって ?6 個とか7個なのかなーって思ってたんですね。それなんでかと言いますと、洪水ばき1基あたりの最大放水量が2万リューベあるんです。あの、一応その研究報告とかを見るとですね。なんで、 11万6 0なので6つとか7つぐらい全部が2万あるわけではないと思うので6つか7つぐらいかなと思ったら11問のゲートを開いて放水しているというニュースがありましたので多分その考えうるのは全部を最大放水の2万まで開けると構造上危険なので最大放水量能力というのは11万6千に制限されているのかそれとも えー、その洪水柿一つ一つでマックスが違うので、それを足すと11万6千なのかあ、そのどちらかではないかなというふうに思います。はい。えー、そしてですね、あと、えー、いろいろネットを騒がせました三峡ダムの歪みについてなんですけれども、あれはですね、Google、 アース衛星からのカメラを、絵をくっつけるので、そこでこうズレが出ていたということはもうすでに判明しております。で、ほかっとけばよかったんですけども、それでですね、落ち着かせればよかったんですけれども、えー、中国の方がですね、えー、ダムには通常その歪みがあって、えー、それはまあ、あのー、運用の範囲内であると、おおむね3センチだと。 行っててままた再度炎上してしううということいこで、えー、あれについてなんですけれどもお、まあ、私が調べたところというところでお聞きしていただければな,なんですけれども、えー、コンクリートのダムというのはゆが、えー、みではなくてこう縦でこう見た時にたわ、えー、むという現象が起こります、えー、カンカン練りでコンクリートが乾いてくるとこっち側にこう水を溜めてたらこっち側にちょっとたわむみたいですね で水量がバーっと上がっていくると、当然、上の方に圧がかかりますので、えー、下から上に行けば行くほど水圧が高くなるんですね、これも、えー、視聴者さんに教えていただいたことなんですけれども、静水圧という圧がかかります、でそうするとお、こっちに外側にたわむわけですね、でこれの許容量、これがたわむ、あのーで、本当にわずか数センチの幅なんですね、なんで、中国当局が言った、おおむね3センチ以内だというのは、このたわみのことを言っているということだと思います。 はい。えー、なので、歪みという疑惑に対して、たわみで答えたので、まあ、こんあの、炎上が繰り返されたというところじゃないかなと、お父さん、TV 的には捉えているという次第でございます。はい。えー、で、えー、あと最後、これは最後なんですけれども、お洪水、大きな大きな洪水ピークを超えました。で、この後もし天候が、えー、来週さに悪くなるということであれば、もうちょっと、あのー、 どうなるか分かりませんというところなんですが、これで雨季が落ち着いていくということになりますと、三峡ダムの放送自体も落ち着いていくわけでございます。で、とっさん TV といたしましては、現在毎日、日時でお届けしているこの三峡ダムに関しては、前も一度お伝えさせていただきましたけれども、終時、今週の三峡ダムということで、雨季の三峡ダムに関してウォッチをさせていただきたいなというふうに思っております。えー、本当にですね、えー ま,あまだ明日もや,やるんですけれども、あのー、この三峡ダム見に来ていただいて、あのー、本当に過分なあ評価を皆様からしていただいていると思って、本当に、あのー、恐縮の毎日でございます。はいあのー、いつも本当にありがとうございます。はい、ということで、本日の三峡ダムでございました。ありがとうございました。